24日大相撲春場所千秋楽、エディオンアリーナ大阪。新入幕の孫富士、24、イコール伊勢ヶ浜イコールが史上最速の10場所目、110年ぶりの新入幕優勝を決めた NHK のテレビ中継の解説を務めた師匠の伊勢ヶ浜親方、63、から、前日の取り組みで痛めた右足の状態を聞き出したベテラン三瓶講師アナウンサー、54、 にネット上で称賛の声が相次いだ優勝を決めた後三瓶アナは歩く姿を見ますと相当痛みがあったと思いますがと聞くと親方は痛いでしょうねそれよりも気持ちの方が勝っていたんじゃないですかとコメントさらに三瓶アナが親方が取り組み前に無理はしてほしくないと語ったことを振り返り土俵に送り込む際の心配について尋ねると 親方は、この一番は止めて後悔させるよりも、勝っても負けてもやるという本人の強い意志もありますから、と答えた。さらに、すごい力士ですね、と質問し、気持ちが強いですね。気持ちはぐっときてます。などの親方の喜びを引き出した。その後、中入りの休憩時間になり、兄弟子が孫夫人の足の状態を心配していたとの支度部屋のリポート。 後半戦の取り組みの VTR 終わり、今場所の取り組みを振り返る中、三部アナが終わったからですが、足首の状態は相撲は取れる状態だったのか、と尋ねると、親方は、普通は、無理でしょうね。人体、人体、が伸びてますからね、と答えた。さらに親方は、最初はちょっと無理ですと言ってきたんです。抱えられて帰ってきたので、 またちょっと夜になったら一人で部屋に入ってきまして、やっぱりやりたい。痛み止めを打っても飲んでも、この一番なんでやりたいと、しばらく考えたんですけど、などと振り返った。ネット上では、今のタイミングで孫富士の足の状態を聞く三部穴も素晴らしいな。三部穴な、すべての相撲ファンが知りたいであろう孫富士の状態を聞いてくださり、ありがとうございました。そうですか。 人体が伸びて短価、三部穴と伊勢ヶ浜親方の相性が怖いくらい嬉しい、きっと三部穴のお人柄と腕、などの感想が溢れた。